こんばんは、ひよえです。では、シャドーボーの続きやっていきましょうか。ヘイシリー、タイマーセット。20分にセットしました。カウントダウンを開始します。はーい。では、サウロンの言葉は信頼できない。陽動開始。多くの数は増える一方だ。確かに。もう一押し来るぞ。うわ、多い。誰もお父上を見ていない。探させてはいるが。来たー。魔王を自ら交渉に来たんだ。どういうこと？あ、そういうことか。なんか乗っ取り系。あれは父の剣。将軍を預かってよ。黒門のレンジャーを引き渡す。俺のこと？我が戦士の手で処刑する。奴と引き換えに指導者を返してやろう。拒否すれば人間は皆苦しむことになる。なんかどんどん貴様は逃がさん。何か漏れてる。コンドールの体だ。あ、え、あー、真に受けるんじゃない。父はもう殺されていると。あなたはそう言いたいの？挑発に乗ってはダメだ。ウルクは見せ物が好きよね。闘技場にいる奴らの注意をそらせれば中に潜り込んで父を探せる。あなたに頼んでも。いいよ。最高の見せ物にしてやる。できるだけ引き延ばせよ。マジか。連中は奴らの戦士が勝つと思っている。確かに大きさでは奴が勝っているがな。うん。だがこっちは数で奴に勝って。何の数？お前への声援だぞ。血を求める声援だ。おう。ぶっ飛べ。あれ？そんなんで貫けるか。気絶させると乗れる。てい。危ねえ。てい。ウリア。おお、他の多くがいるところに行けば。あ、別に
最後微妙に食らった。強いなこの人も。剣欲しいんだけど取れないかな。いつまで待たせる気だ。そして挑発したのはいいけど回復したいと。これか。とりあえずこいつから回復をもらいたい。何今度やばいやばい、すぐ食らった。回復ほい。どうだ、いくら防御だったってこんだけあれば。どうしよう。どうする。回り込みもできないぞ。逆にもう効く遠距離使わないね。
え、どうしたらいい？おいおい、どうしよう。いけろ。危ねえ。どうしたらいい？もうできることも少ないぞ。こいつをさ、どうしよう。見切られたらどうしようもないぞ。お、主権にひるむ。そういうことか。OK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 。今度は何？耳にすることになる。慈悲を求めるお前の叫び声をモルドール中の多くの歓声でもかき消せない。共食いたる。痛い痛い痛い。だよて。いでででで、まだ来る。こいつがこの町で最強の戦士だって言うのか。俺もとんだ思い違いをしてたもんだな。そう。
ったことが随分昔のように感じ、そして今お前は敵に囲まれたこの闘技場で俺と対戦する。なぜお前は強いと連中に見せるためか。違う、どれほど早く死ぬかを見せるためだ。はあ、とりあえずはここで水中防御がないよな、きっと。何飛び越えるかだと。すいません、すいません。俺は殺せても町は救えないぞ。分かってるはずだ。どうかな。はい、あ、間違えた。しまった。よし、あぶねー。これで終わってほしい。あ、終わったね。よし、オッケー。俺は己の責任を果たした。そしてお前らの英雄もその責任を果たした。この哀れな敵のために冥王は慈悲を約束した。さあ見よ、この冥王を。我はそんな慈悲は与えぬぞ。逃げよ。主人のもとへこう伝えるがいい。妙が行くと。随分だね。おう、ちょうどだね。そうだね。魔王の手に渡すわけにはいかない。冷たいな、お前。では、時間ちょうどなんで、今回ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ヒーウェイでした。バイバイ。